はい、どうもこんにちは、ショコレです。今日はですね、こちらの D のですね、名作のジジャン 101G ですね、こちらを紹介していこうかなと思っております。ジジャンといえばというか、まあ、デニムといえばですね、まあ、おそらく一番皆さん知っているのがリーバイスだと思うんですけど、リーバイスに並んでですね、この D っていうブランドもものすごい昔から有名なアメリカのねブランドで、リーバイスは右あやで色落ちが結構バキバキに入り、リーは左あやで全体的にこう綺麗にストンと落ちる色落ちってことで、結構ファンがね、まあ、どっちも好きな、俺みたいにどっちも好きな人もいれば、まあ、リーバイス派だったり、いやいや D の方が好きみたいな人が結構いてね、面白いこうデニム好きの中でもいろいろ好き好きが分かれるところだと思うんですけども、最近やっぱリーバイスの値段がもうえぐいじゃないですか。もともとリーバイスもリーもどっちも好きですし、リーバイスのジージャンなんてもうちょっと買える値段じゃないなっていうところになってきてますんで、 D の方ですね、いろいろ今のうちに買っておこうと思ってですね、結構いろいろ D の方ですね探して購入しましたので、ちょっとしばらくね D のデニムの動画が続くと思いますので、ぜひ見てもらえればなと思います。で、今日はですね、こちらの 101J というですね、もう多分本当に見たことが絶対に一度あるであろうジジャンですね。リーバイスで言えば 506WX とか 507WX とか、あと 70505 だったり、形だったりディテールがちょっとずつこう変化していってっていうところあると思うんですけど、 D は本当に変わらないっていう感じで、もうずっとこの形、まあもちろん多少の変化とかはあると思いますけど、基本的に大きくはこう変わらない感じですね。だから本当にこうタグとかで年代をもう判別しないと、パッと見着てるだけではそれ何年代なんだろうっていうのは本当にわからないですよね。特に D はそんなにこうバキバキに入るっていうより、本当さっき言った通りこうスッと綺麗な縦落ちするような色落ちをするので、あんまりこのリーバイスみたいにすっごいシワが入ってるから古そうとか、そういう感じでもちょっとないかなっていう好き嫌いはあると思うんですが、俺はすごく好きですね。もう形もそれこそ何度も言ってますけど、ミスターハリウッドさんの昔流星じいちゃんっていうリーのやつね、ここにもスナップのボタンがいっぱいついてるですね、名作のじいちゃんはすごい好きで着ていて、あのじいちゃんも本当にこうバキバキにこうリーバイスみたいに入ってるっていうんじゃなくて、本当に綺麗な薄いスカイブルーみたいな感じの縦落ちをしたもので、中にねちょっとウールの生地があって、着た時にすごくシッとして形がかっこいいみたいなジージャンだったので、やっぱあれが好きだったんでね、ここら辺のリーもどんどんこう着ていって、縦落ちさせて着ていきたいなみたいな感じの服ですね。一応ですね、ちょっとリーの歴史をちょっとせっかくなのでカンペを見ながら一緒にご紹介していこうかなと思いますね。リー自体の始まりはですね、1889年のカンザス州サライナです。最初は食品とか雑貨の卸商を行っていたところ、1911年に医療ラインが始まったっていうことですね。で、この 101J はですね、発表当時からデザインがほぼ変わっていない完成されたウエスタンなディテール、まあ、ちょっとウエスタンな感じありますね。確かに特徴としてはですね、リーはサンフライズと防縮加工を施した左あやデニムを使用しているのが特徴なので、さっき言った通りこう着ていくとですね、綺麗な縦落ちをしていくっていうのが特徴ですね。タグなんですけど、この個体はですね、黒の三角タグって言われてるやつですね。こんなやつです。黒でこう四角のタグじゃないってことですね。これがですね、タグの遍歴でいうとですね、まず赤タグがあって、その後に三角赤タグになって、で三角黒タグになって黒タグの四角になっていくっていう感じなので、これは、まあ、赤タグ三角赤タグ三角黒タグのタイミング でその次最後この後に黒タグになっていくっていう感じですね。最後でもないんですけど、まだまだこの後もね80年代とかどんどんいけばまたタグが変わっていくんですけど、おそらくこれは年代でいうと50年代後半から60年代の前半頃っていう感じみたいです。まあ、おそらく感じ的には60年代の初期、60年、61年、62年とかそこら辺なんじゃないかなっていう感じです。で、リーバイスでいうと507の WX の、まあ、セカンドですね、いわゆるセカンドの後期ぐらいに当たるジージャンっていう感じです。もう今リーバイスの507後期は言ってももう50万60万、まあ、まあ程度によっては、ね、100いったりとか、デッドなんて言ったら本当何百万っていう世界だと思うので、それを考えるとね、リーの同じぐらいの年代のデニムまだまだ買えるぐらいの金額なので、この辺を抑えるとしてもいいなというふうに個人的には思いますね。まあ、もちろん個人的にはその資産価値としてというよりかは、もう本当普通に単純にこの服が好きで、で後で欲しくなってももう買えないんで、まあ、今のうちに買っとこうっていう感じですね。結構ね、 D のこの辺りはいろいろ買ってるんですけど、特徴としては丈がやっぱ結構短めなので、モデルとかによってはロングとかあるんですけど、ロングとかを選んだ方がいいかもしれないし、袖が割に長い、袖長めの
丈はでも短めで、なので結構 D でこうジャストで着るのがちょっと難しくってですね、結構他にもいろいろ買ったんですけど、これはですね結構やっぱサイズを大きめにして40とか42とか大きめにして、ちょっと長くなった袖をちょっとまくって丈を結構ジャストに合わせるみたいな、ちょっと肩落とし気味の袖上げ気味のここジャストに合わせるぐらいの感じの合わせをしないとですね、肩に合わせると多分もう丈こんな短くなっちゃったりとか、でも肩は結構カッチリしてみたいな、ここがキュッてしまう感じがするので、なかなかね D もサイズ感は今の現代の、綺麗な服に比べるとものすごくこうサイズを選びをちゃんとしないと難しいなっていう印象はありますね。これの G ジャンは本当いろんな種類何着あっても別に困らないかなと思いますので、見つけたタイミングでねいい色落ちのものいい状態のものあったら買っとくのはありなのかなと思いますね。今本当にヴィンテージがどんどん高騰しているので、ちょっと前も閉めてみます。ちなみにこれサイズは38です。38レギュラーだったかな。これの身長は出て168センチの今まあ59キロぐらいですね。38の101ジェロを着てこのぐらいです。年代によって多少そのサイズ感あるかもしれないんで言っとくと、もこれがそのさっき言った三角黒タグぐらいの60年代前半くらいのものですね。乾燥機かけてるのかどうかとかどういう感じで着てたのかによっても多少もちろん個体差はあるだろうし、全く自分と同じ身長体重でも38のレギュラーの形がぴったりとも限らないかもしれないので、骨格とかにもよりますしね。なのでやっぱり試着はした方がいいかなと思いますね。試着してよかったら買うっていうのがまあ間違いないとは思います。はい、袖をまくるとこんな感じですね。はい、さあこれ D の割にはですねいい色落ちをしてくれてる個体だなという気はしていて、またねリーバイスとは違う色落ちっていうのもまた可愛くてですね、リーバイスに慣れてたところこうやっぱちょっと違う感じで、でもヴィンテージのすごくいい色落ちのっていう感じで来るとですね、なんかおっていう感じになりますね。ちなみに下はですね、今サブカルチャーさんのずっと今もう1年弱履いている D の対戦モデルのやつなので、一応 BB で合わせてみました。下はその形とか全く一緒ではないんですけど、一応 D をモチーフにっていう感じですね。ちょっと俺多分腕が短めの方なので、体格によってはねもうちょっと袖がある方がいいっていう人もいるかもしれないですし、本当にここら辺のディジャンは使い勝手もいいですし、年中俺はデニムセットアップが多いので重宝しまくってますね。まあデニムパンツももちろん好きなんですけど、結構これはジージャンが好きな派なので、とりあえず今日はこちらのジージャンの紹介でした。ちょっとまたね 101J をいいじゃん、ちょっと久しぶりに探してみようかなみたいな人がいたら嬉しいなと思います。というわけで本日はこんな感じで終わります。インスタグラムサブチャンネルもやっておりまして、概要欄に貼ってますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。またね。